千日前に突如現れた進化系海鮮中華。宴会もできそうな本格的な団体席にお一人様でも行けるカウンター、海鮮中華ジャッジャ。早速入ったら膝掛け貸してもらえたら嬉しい。お月出しのしじみ汁かち込んで、ジャッジャ特製ハイボールと自家製レモネード中杯で乾杯。中華鍋から聞こえてくる油が卵を弾く音が食欲を刺激しますな。ドゥルドゥルの卵と黒酢のあんかけに殻ごと食べられるカニ。このプチプチする食感がたまらない、うなぎで北京ダック。北京うなぎ、うなぎちゃん。こんな風にして食べたのは初めて。美味しかった。一押しはマグロのレアチャーシュー。これ絶対食べて。赤エビの紹興酒漬けもやばかった。エビが溶ける瞬間にふわっと香る紹興酒の味。こんな美味しいエビは酒が進むし、エビを食べる最大の目的であるエビ味噌も紹興酒と混ざって唯一無二だ。キクラゲは個人的な好物だが、見つけたら絶対に食べたい。ジャッジャのメニューは旬や作り手で変わるので常に毎日進化している。次回はどんな海鮮中華が見れるか楽しみ。